フランケルは、イギリスの元競争馬である。主な勝ち倉は2010年のデューハーストステークス、2011年の2000ギニー、セントジェームズパレスステークス、サセックスステークス、クイーンエリザベス2世、ステークス、2012年のロッキンジステークス、クイーンアンステークス、サセックスステークス、インターナショナルステークス、チャンプ。2008年2月に、イギリスのジュドモントファームで生まれる。 父はイギリス・アイルランド2カ国のダービーに勝ち、守護馬としてもイギリス・アイルランドのチャンピオンサイアーになったガリレオ。母は現役時代リステッド競争を2勝したカインド。この2頭の後輩の背景には、クールモアとジュドモントという欧州競馬会におけるトップグループ同士による生産上の協定があった。それはジュドモントの繁殖牝馬10頭を クールモアの種ボバと交配し、生まれた子馬たちを両者で分け合うというものであり、ジュドモントの繁殖品バカインドは、その10頭のうちの1頭として、クールモアの種ボバガリレオと交配されたのである。どの子馬をどちらが所有するかは、両者が順番に好きな馬を選択していく形で決められており、本馬はジュドモント側に選択され、所有されることが決まった。 ジュドモントの代表であるハーリード・ビン・アブドゥ・ダー王子は、婚意にしていたアメリカ合衆国の名長教師であった、ロバート・フランケルが2009年に死亡したことを受け、この子馬をフランケルと名付けた。フランケルは、イギリスのヘンリー・セシル長教師に預けられ、競争生活を送ることになった。8月のニューマーケット競馬場のメイドンでデビューし、後に、キング・ジョージ6世クイーン・エリザベス・ステークス、 エクリプスステークスを勝つマサニエルとの争いを半馬審査で制する。翌9月にはドンカスター競馬場の条件戦に出走し、ほとんど馬なりのまま2着馬23馬身の差をつけて優勝。続くロイヤルロジステークスも圧巻のレースぶりを見せ、2着馬20馬身。翌年にアイリッシュダービーとセクレタリアとトステークスを勝つ3着の トレジャービーチには11馬身の差をつけて優勝した。この連勝で、早くも翌年の2000ギニー、ダービーの前売りで、圧倒的な一番人気となっていた。一躍注目の的となった、フランケルの2歳、シーズン最終戦は10月のデューハーストステークス。このレースには、シャンペーンステークスを含む2002勝のサーミット、ミドルパークステークスを9馬審査で優勝した3戦3勝の、 ドリーム・アヘッドラも出走し、3強の対決に、大いに注目が集まった。レースでは、ライバル2頭が伸びあぐねる中、1頭だけ楽々と、抜け出し、翌年に、アイリッシュ2000ギニーを制するロデリック・オコナーに2馬バシン、1、4の差をつけて優勝した。このシーズンを4戦4勝で終えたフランケルは、カルティエ賞最優秀2歳ボバに選出され、 タイムフォーム氏のレーティングでは133ポンドという2歳馬としては破格の評価を受けた。2000ギニーに前哨戦なしで挑むのを好まない調教師の意向により、フランケルのシーズン初戦にはクリーナムステークスが選ばれた。この前哨戦で、後に5回にわたって対戦するエクセレブレーションに4馬審査をつけて優勝した。フランケルは5 0 5勝という完璧な成績で、 イギリスクラシック3冠第1戦の2000ギニーに出走した。フランケルの単勝オッズは1から2というレース史上稀に見る低さとなった。レースではコースタートから自給車のペースメーカーを置き去りにして逃げ、一時は大差をつけるほどに加速。そのまま後続を寄せ付けることなく6馬審査で優勝した。2000ギニーのレース内容次第では2冠を目指して、 ダービーに出走する計画もあったが、結局それは実現せず、自走には、マイルの G1000 と、ジェームズ・パレス・ステークスが選ばれた。日本から、グランプリボスも出走した同レースでは、前走とは異なりスタート直後は3番手に控えると、残り5ハロンのあたりから前方に進出を、開始するという驚異的なロングスパートを見せた。さすがに、ゴール前では失速し、一時は5馬進ほどあったリードも、 三、四馬身まで縮まったが、そのまま押し切って優勝した。勝ちはしたものの、安城、トム・クー・イリーは仕掛けが早いフランケルが次に向かったのは、上半期のイギリスマイル王決定戦、サセックス・ステークスであった。ここでは、マイル G1 を5連勝中、前走のクイーン・アン・ステークスで G1 を13勝、していたゴルディコバを下したことで、 小葉最強マイラーと目されていたキャンフォードクリフスとの対戦となった。この2強に恐れを成し立た陣営の多くは出走を敬遠し、レースはわずか4頭立てとなった。実質2頭の一騎打ちの様相を呈した、このレースはデュエル・オン・ザ・ダウンズと呼ばれ、最大級の注目を集めた。この大一番でフランケルは終始先頭に立ちレースを牽引。 ゴール前でキャンフォード・クリフスラ構造区場を一気に突き放し5場審査で優勝した3歳シーズン最終戦はこの年から始まったブリティッシュチャンピオンズシリーズのマイル部門最終戦として新査されたクイーン・エリザベース・ニセイ・ステークスフランケルはここでも圧倒的な強さを見せて4場審査で優勝2着にムーランド・ロンシャン・ショー・カチューマ・エクセレブレーション3着に ジャックル・マロは小勝馬、イモータルバースが入り、この年の欧州マイル路線を象徴するような結果となった。このシーズンを5戦5勝で終えたフランケルは、2011年度のカルティエ賞年度代表馬、最優秀三歳母馬に選出された。同年のワールドサラブレッドランキングでは、サセックス・ステークスとクイーン・エリザベス2世ステークスでのパフォーマンスに対し、2009年のシーザ・スターズと並ぶ。 今世紀最高の136のレーティングを与えられた。民間レーティング各社の評価はさらに高く、レーシングポストレーティングは同レーティングが1988年に始まって、以来最高評価のドバイミレニアムと並ぶ139ポンド、最も歴史の古いタイムフォーム氏のレーティングはシーワードグリガディア・ジェラード・ジューダーミン・ストレルに次いで歴代4位となる143ポンドであった。 所詮を、ロッキンジステイクスに定めて、調教を積まれていたが、4月の調教中、講師を前足にぶつけて負傷する。結果的に外傷のみで県などへの異常はなかったが、検査を待つ間に一部メディアが引退の速報を流した、ため、バッシュ側が否定の声明を発表するという、誤報騒動に発展している。外傷の程度は軽く、すぐに調教を再開できたため、当初の予定通り、 ロッキンジステークスに向かうこととなった。ロッキンジステークスでは、エクセレブレーションとの4度目の対戦となった。前年、3度、フランケルの後陣を排したエクセレブレーションは、この年からクールモアグループの所有となり、数々の名馬を手掛けた英団、オブライエン旧社に、天馬やしていた。そして遺跡初戦を勝利で飾り、万全の体制で、フランケルを待ち構えていたのである。 しかし小馬になって、心身ともに成長していたフランケルは、この同期のライバルの4度目の挑戦を、あっさりと退け、小馬審査で優勝した。昨季までの最大の課題であった折り合い面の不安は、見られず、全く隙のないレースぶりであった。このレースで公式レート138ポンドを獲得し、フランケルは、今季初戦にして早くも前年を上回る評価を得る、ことになった。 しかし、調教師のセシルは、次は、さらに良くなるのではないか、多くの調教師がそうであるように、私たちも、初戦で100%の力を出させることはしないと、自走でさらにパフォーマンスを上げることに自信を見せていた。そして自走のクイーン・アンステークスで、フランケルは、その、セシルの言葉を見事に証明してみせる。前走に続いて5度目の対戦となった、エクセレブレーションに対し、 今度は11馬身もの差をつけて優勝したのである。セシル、クーイリーが口を揃えて、これまでのベストパフォーマンスと認めた、このレースぶりに、タイムホーム氏は、歴代1位のシーワードを上回る147ポンドという、評価を与えた。公式デートは、歴代1位のダンシングブレイブに1ポンド差まで迫る140ポンドとなったが、後に、歴代レーティングの見直しがあり、 1977年から1991年までのレーティングが一律で引き下げられた。このうちダンシングブレイブのいた1986年は3ポンドの引き下げとなり、その結果フランケルが歴代単独1位となった。またエクセレブレーションとは、これが最後の対戦となったが、この後エクセレブレーションはジャックル・マロワ賞。 クイーンエリザベス二世ステークスという英物のマイルの G1 を勝って2012年シーズンで引退した。2年連続の出走となったサセックスステークスは前年に続いて4頭立ての小頭数となった。有力な対戦相手は重賞未勝利ながら前前走のプリンスオブウェールズステークスで宗優シンクの3着、前走のエクリプスステークスでナサニエルの2着と検討した。 ファーのみで、レースではそのファーに対しわずかによって6場審査をつけ、解消した。これによって、同レースの2連覇とデビューからの無敗の12連勝、連続する G1 競争7連勝を達成した。サセックスステークスの連覇を果たしたことで、陣営は3歳時から予定を表明していた、中距離のインターナショナルステークスに、フランケルを出走させた。有力な相手と目されるのは、 ここまで G1 を4勝しているものの、うち3勝は12ハロンで中距離がベストとは言えない。セントニコラスは B と前走で圧勝したファーの2頭という顔ぶれとなり、初の距離延長ながら、ここでも圧倒的な一番人気に支持された。レースでは、スタートで出遅れ、普段追い込みを見せるセントニコラスは B のさらに、後ろからという、これまでにない展開となった。 しかし直線で束が一杯に追われる中、クイリーが、ほとんど手を動かすこともなくマークする形となった、セントニコラス・アビーをかわし先頭に立つと、二着ファー以下に、悠々と七場審査をつける干渉を見せた。これで、デビューからの連勝は13、連続する、G1 競争8連勝を達成した。陣営は、フランケルの引退レースとして、英国平地競馬の一年の総決算となる。 ブリティッシュチャンピオンズデーのメインレースとなるチャンピオンステークスへの出走を表明した。このレースには、同年の公式レーティング中距離部門世界2位となる前年の優勝馬シルスデゼーグル、同じく中距離部門3位で当年のエクリプスステークスを勝ち、デビュー戦以来の再戦となるナサニエルが参戦し、同1位のフランケルと三つどもへの構図となった。フランケルの引退レースに、 強力なライバルが集まったこともあり、レースが開催されるアスコット競馬場の前売り券は早々に完売した。レース開催週は雨が続き、馬場はシリスデゼグルが大の得意とする重馬場となった。レースでは前走同様スタートでやや後手を踏み位置取りにやや手間取るところもあったが、陣営が用意したペースメーカーのアシストで流れを作ると直線では、 余裕のある手応えを見せ、シリス・デゼーグルに一馬新三、四をつけ勝利した。フランケルはデビューから14戦無敗という無傷の戦績で引退した。また、シーズンを5戦5勝で終え、前年に続き2012年度のカルティエ賞年度代表馬に選出された。2013年からフランケルはイギリス・サフォーク州ニューマーケット郊外のバンステッド・マナースタッドで種ボバとして、 つなぎをされた。初年度の種付け量は12万5000ポンドと設定された。現役時代に引き続き、フランケルを所有するジュドモントの高い種付け量を支払った生産者にとって、競争場市場にフランケル産区が多く流れるのは好ましくないとの考えから、フランケルに初年度に配合される品場の数は、21世紀の軽種場生産では、 決して多いとは言えない130頭に設定されたが、そのうち G1 優勝馬が38頭、G1 優勝馬の母馬が26頭を占めた。G1 優勝馬の中には、アレクサンダーゴールドラン、ダーレミ、デインドリーム、フィンシャルベオ、ミッテー、スタセリタ、ザゴラなどが含まれる。最終的には三十三頭の牝馬に種付けして二十六頭の受体が確認され、 不受体は7頭のうち6頭も受胎後の胎児死亡が確認されたことで、守護場としての高い受胎成功率を示した。ジュドモンと自らが保有する繁殖品馬への種付けは24頭となり、残り109頭は外部の繁殖品馬への種付けとなった。北米からもゼニアッタの、ハワネバランスなど、複数の G1 優勝品馬や G1 馬の母馬が、種付けのために大西洋を渡り、 また、秋にも南半球から来た繁殖品馬21頭に限定的に種付けを行った。2014年シーズンの種付け量も2013年と同じ12万5000ポンドの設定となった。初年度3区は2016年にデビューした回、勝ち上がり率を見せて順調なスタートを切ると、日本で誕生した母スタセリタのソウルスターリングが阪神ジュベナイルフィリーズを制して、 三区の初 G1 勝利を挙げた。初年度三区が一定の実績を収めた後の教養5年目となる2017年シーズンの種付け量も従来と変わらず12万5000ポンドの設定となった。初年度三区は3歳になっても好成績を挙げ、三区の2シーズン目終了時には勝ち上がり43頭で、うち31頭がステークス競争に勝利した。 この実績から2018年の種付け量は17万5000ポンドに引き上げられた。ふとじは国際 G1 競争無敗場一覧。ありがとうございます。